からジャニーズ今日もみんなの心に火をつけちゃう。ちょっとやってきましたはい、それでは激辛遠征シリーズから帰ってまいりまして、今回ですね、東京の、歓楽街、新宿歌舞伎町にある辛麺花火さんにやってまいりました。ここの辛麺屋さんの店主の方はですね、一応ですね、あの宮崎の松本で修行されてた方で、東京のここの歌舞伎町にお店をオープンされたと。今回はこう辛麺なんですけれども、煉獄が一応メニューの中で一番辛いんですけれども、その裏メニュー、なんと裏メニューがあるんですけども、この煉獄をクリアしないとその裏煉獄というものにチャレンジできないんですけど、今回は特別にこの裏煉獄に挑戦させていただくことになりました。それではじゃあ今回この裏煉獄に、挑戦していきたいと思います。レッツゴー。おー、来ましたー。おー、いただきます。さあ、辛麺花火さんの裏煉獄、お手並み拝見ですよ。うわぁ、このとろけるようなこの挽き肉と、この唐辛子をほじくり返すこの美味しそうなふわとろの卵と挽き肉が顔を出してまいりました。わぁ、これ美味しそうだ。これはだいぶパンチが効いてますけど、好きだな。この辛いものとニンニクはこれ最高の組み合わせです。入ってくるひき肉、ニラ、卵、そして麺が特徴的なこのこんにゃく麺、はい、何度も言いますけど、本当にこんにゃくで作ってるわけじゃないですよ。お、結構辛いこれ。美味しいけど、これ辛いな。うわ、マスモトさんはあれじゃないですか、百辛とかやりましたけども、やっぱ一味唐辛子の辛みだったんですけど、こちらはやっぱこう使ってる唐辛子がまた違ってくるんでね、単純にこっちの方が辛いですね、やっぱ百辛より。口の中がこうビリ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 しびれてきます。初期の動画の方で実は僕この辛麺花火さんの煉獄かなんか食べてるんですよ。なんかウーバーイーツかなんかで頼んでの、だいぶ初期ですけど、もう1年前ぐらいですけど、やっとちょっと念願かなってお店に来ちゃった。やっぱあのデリバリーで食べるよりお店で食べた方がもう美味しい、プラス辛さもありまして、うん、残りは数機のみ。顔中ね、もうお前サウナ入ってきたんじゃねえかと言わんばかりに汗をかいてみました。まずい、まずいぜ。うん、汁までうまい。これライスとかってあります？ライスありますよ。毎回毎回僕辛麺食べてると思うんですよ、これ残ったスープにこのライス足したらうめんじゃねえかなと、うめんじゃねえかなと、毎回毎回動画で言ってたんですけど、ね、なかなかやる機会なかったので、今回ちょっと追い飯したいかなと思います。
念願の辛麺おじやですよ。あうわ、二度おいしいな、マジで。これは最高だ。もうご飯が飲み物のようにごくごく入ってきますね。うん、秒殺ですよ。これぞ男飯って感じ。うん、お酒の締めとかで最高ですよ。ごちそうさまでした。それでは辛さライブの発表していきましょう。辛麺花火さんの辛麺裏煉獄辛さライブ、じゃらららじゃん、辛さライブ 6.5 です。 6.5 です。はい、まあ僕もいろいろとこう辛麺を食べてきましたけども、前マスモトとかいろんな、あと辛麺とかいろんな辛麺食べてきましたけども、純粋にこの何ですか、結構辛さね、マスモトのそうですけど、100辛とかするとね、どうしてもこう唐辛子の量でこう粉っぽくなりますけども、これだけの唐辛子のね、この辛味のパンチが出るとね、なかなかの、あれでした、ね、かつねその辛味を生かしつつ、ニンニクと、あとスープでね、野菜とか肉本来のうまみがスープに染みて非常に美味しく食べれました。いつもだったら僕ちょっとこう辛麺とかこうラーメン一杯ですぐお腹いっぱいになっちゃうんですけど、なんかね知らないですけど今回はね、あ、ご飯頼んじゃった、それぐらいちょっと食欲をそそられるような、一品でございます。店内こう落ち着いたこう雰囲気になっております。一応ね昼からでもお酒も飲めるんでね、お酒を飲んで締めにこの辛麺を食べてみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々、あと激辛ブログも更新してますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。